東京都健康長寿医療センター研究所の粟田周一でございます。本日は、認知症ともに暮らせる社会というタイトルでお話しさせていただきます。これは国際アルツハイマー病協会が、世界の認知症フレンドリー社会の、えー、取り組みを紹介した、えーまあ、一連の報告書でございます。2015年からです、ね、シリーズで刊行されているんですけれども、 この中の2017年の報告書の表紙は、日本の認知症フレンドリーシップクラブという団体の、まあ、ラントモと言われてですね、活動を紹介したものでございます。で、この報告書の中に、認知症フレンドリー社会とは何かということが書いてあるんですが、ここでは、認知症フレンドリー社会とは、 認知症である本人と介護者が力づけられ支援され社会に包摂されその人々の権利が人々に理解されその人々が持つ力が人々に認識されている場であり文化であるというふうに記されておりますそしてこのような社会を実現するための4つの基本原則というものが書かれておりまして 本本日日はこの4つのののつ原則に沿って日本の最近の動きを紹介したいいと思いますでまずは第1の原則でありますが、ここには、認知症とともに生きる人々を尊重し、尊厳を守り、本人の求めていることを理解するためには、当事者の参画が不可欠だろうというふうに書かれております。 2014年の10月に日本で初めて認知症である当事者の組織日本認知症ワーキンググループが発足いたしましたこのスライドはグループの共同代表が当時の厚生労働大臣を表敬訪問し認知症になってからも希望と尊厳をもって暮らし続けることができ よりよく生きていける社会を作り出していくことを目標に活動すると宣言したときの写真であります。この翌月に2010年11月ですが東京で開催された認知症施策の国際会議認知症サミット日本後継イベントにおいて先ほどの認知症ワーキンググループの共同代表の一人であります 藤田和子さんという方が講演をいたしまして認知症が早期に診断されても本人が必要としている支援が受けられないというです、ね、現実があることを空白の期間と呼びこの空白の期間に絶望してしまう人が数多くいるんだということを訴えました。 この講演はです、ね、政府に大変大きなインパクトを与えてその後の認知症施策が認知症の当事者の視点を重視するという方向に大転換していくんですがそういったです、ね、政策転換の流れと一緒にこれはあの実は私ども東京都健康長寿医療センターとこの認知症ワーキンググループがです、ね、一緒に行った研究なんでございますが認知症の 当事者がです、ね、社会に参画して政策づくりやです、ね、地域づくりに関与していくための方法としてのです、ね、本人ミーティングというものを一緒に開発いたしましたそしてそれとともにこれはあの我が国で最初のものでございますが認知症の本人による認知症の本人のためのガイドブックというものも作成いたしました そしてさらに、これは2020年1月20日の写真でございますが認知症の当事者である5人が希望大使に任命されまして自分自身の経験を自ら発信しながら認知症である当事者とともに認知症ともに暮らせる社会を作る事業を国の政策として実施するようになりました。 これは少しずつです、ね、都道府県にも拡大していっております。で第2の原則は、えー、認知症に関連する偏見や社会的孤立と戦い、本人のニーズに合った活動やサービスを利用できるようにする必要があるというものでございます。ここではその社会的孤立という言葉がです、ね、キーワードでありますが、これは我が国の高齢者における 認知症の年齢階級別有病率というのは年齢とともに増加していくんですが85歳を超えるとその有病率が40から80%に及ぶということが分かっておりますでさらにこのグラフはただいまの数値を使いまして我が国の認知症高齢者数の将来推計値というものを 年齢階級別に推計したものでございますこれは一番濃い緑がです、ね、85歳以上高齢者で真ん中の黄緑が、えー、75歳から84歳そして一番薄い緑が、えー、65歳から74歳なんですが、えー、このグラフを見ますとすぐ分かりますようにこれから増加するのは85歳以上の認知症高齢者であって84歳以下のです、ね、認知症高齢者はほとんど増えないということが分かります。 しかも今日においても、ですね半分以上は、認知症高齢者の半分以上は85歳以上でありまして、この割合がですね今後、急速に増えていくということになるわけであります。で、この85歳以上という年齢はどういう、まあ、年代かといいますと、一人,人暮らしの方がです、ね、急速に増えていく年代でございます。これは我が国の性年齢階級別の独居認知症高齢者数を示したグラフでございますが、これを見ますと、 男性も女性も、特に女性ですけど、女性では、85歳を超えると、独居の認知症高齢者が急速に増えるということが分かっております。でこれはです、ね、今後、大都市においてです、ね、さらに増えていくということも分かっております。ということで、そもそもこの認知症高齢者は地域の中でどんなふうに暮らしているんだろうということで、私どもは東京都板橋区の高島平というところで調査をいたしました。 でこれはあの大変細かいですね、あの表で大変恐縮なんですが、これは認知機能が低下している高齢者は、低下していない高齢者よりも、何倍こういうことが多いかというのを調べたものなんでございますが、えー、例えば、えー、買い物に支援が必要であるとか、交通機関の利用に支障があるとか、金銭管理に支障があるとか、電話がうまく使えない、食事の準備がうまくできない、服薬管理に支障がある、えー、耳がよく聞,聞こえない、目がよく見えない。 自分で歩いて外出できないあるいは糖尿,病糖尿病、脳卒中、心疾患血液、免疫疾患パーキンソン病、耳鼻科疾患がですね、えー、認知機能の低下がない高齢者に比べて何倍も多いとあのいうことがわかるわけであります。 でさらにですね、えー、ブクブクうがいがうまくできないとか、えー、歯科医を受診していないとかうつ病の起用があるとか現在もうつ症状があるとか外出は週1回未満であるとか、えー、友人とですね、えー、直接会ったり電話で話すのが月1回未満であるとかあるいは家族ともですね、電話で話すのが月1回未満であるとか社会活動は何もしていないとか年収が100万円未満であるということも 認知機能がが低下すするるととと、ね、実際増えてい,るということがわかりますつまり、まあ、今の方たちは認知症であるとは限らないんですけど認知機能が低下しているということなんですが、えー、認知症というのは正常から MCI そして軽度中等度重度認知症というふうに一般的に進むんですがこの初期の段階で認知機能が低下し生活機能が低下しそして社会的な孤立傾向が現れ 身体的な健康問題が現れてさらに精神的に,不安,に不安定になっていって家族がいれば家族介護者も、えー、まあ大変なあ思い,いわ負担をです、ね、あの強いられていくっていうようなことが確かにです、ねえー、初期段階で起こってるんだなということが、えーまあ、現象として見ることができるわけであります。ということでこの初期の段階からこれは我々複雑化と呼んでるんですがこの初期の段階からこの複雑化のプロセスが起こらないようにですね 今日では例えば認知症疾患医療センターとか認知症サポート医とかかかりつけ医といった医療サービスや様々な介護保険サービスな介護サービスそしてこれらをつなぐ地域包括支援センターという仕組みがございましてでさらにこの仕組みをです、ね、強化する方法として認知症初期集中支援チームというものもできておりますしかしそれでもです、ね、今言ったような 特に1人暮らしの認知症高齢者の方々はなかなかこういうサービスそのものにです、ね、つながることができないそして複雑化がどんどん進んでしまうという問題が起きておりますでここで社会的孤立とは何かっていうことなんですが社会的孤立というのは個人において必要な社会的支援につながることができるような社会的ネットワークが欠如しているということであります つまり1人暮らしの認知症高齢者は、このような意味でのです、ね、社会的ネットワークが欠如している、つまり社会的孤立が非常に強まっているということができるわけであります。では、どうするのかというと、まあ、そのような意味でのです、ね、社会的ネットワーク作りというのを、地域の中で何とかできないものだろうかということで、これは私どもがあの高島大学で行っている研究でございますけれども、 えー、そのようなネットワークを作るためには、まずは地域の中に居場所としての機能を持ったです、ね、地域の拠点を作る必要があるだろうと、でここには認知症の有無にかかわらず、障害の有無にかかわらず、誰もが居心地よく自由に過ごすことができるです、ね、地域の居場所としての機能がございます。 そしてここにはです、ね、あの定年退職した経験のあるです、ね、専門職やあるいは認知症サポート医もです、ね、協力してくれておりますので多様な生活課題を持って暮らしている人々がです、ね、気軽に相談することができて必要に応じてです、ね、地域包括支援センターにつながってサービスにこうつなげていくこともできるということでございますでさらにここではです、ねえー、認知症のみにかかわらず障害のみにかかわらずみんながです、ね、共に学び共に活動し たそのものに楽しむことができるというそういうプログラムが作られておりますので差別や偏見を解消し社会参加を促進する機能を持っておりますでさらにここでは先ほど申し上げました本人ミーティングが定例的に開催されておりますので認知症である当事者がこういったその地域づくりネットワークづくりにですね参画することができるようになっておりますでこうした試みはです、ね、実はは実今日では もう各地でですね始まっておりましてその代表がですね暮らしの保健室というものでございましてこれはあの新宿区の富山団地というところでスタートしたあの事業でございますがこれは今全国にですね広がりつつある事業の一つでありますでこういうところがあればですね先ほど申し上げたように、えー、地域包括支援センターと連携して必要なサービスにつなげたりですねこれはあの服薬管理が困っている人がです、ね、いろんなサービス の下で服役管理できるように支援しているあのイラストでございますが、あるいはですねこういう場所があると、例えば地域の有志で定期的に食事会を開催しようと、ね、こういう活動があの作られたりもいたします。そして、えー、時にはです、ね、信頼できる生活支援員が定期的にお宅を訪問して、郵便ポストの中にですねたまっていろんなですね書類関係ですね。これをちゃんと あの整理してくるのを手伝ってくるのですね、こういう新たな生活支援をですね作り出すこともできるわけであります。で、3番目がですね、さまざまな組織、機関において、認知症フレンドリーなアプローチを確立,必要がある確立する必要があるというものなんですが、今日ではですね、さまざまな業界レベルでも、ですねこの認知症フレンドリーな環境づくりの活動が始まってきております。 で例えばです、ね、東急電鉄株式会社では駅の係員、乗務員がです、ね、サービス介助士資格というものを取ってです、ね、この障害を持っているあの高齢者の利用者をです、ね、サポートするような取り組みを行っていますあるいは城南信用金庫では認知症のために預金を引き出せなくなる方のためにです、ね、高齢者向け総合サポートサービスこれいろんなサービスを用意しているんですがこういうことを始めております。 あるいはヤマト運輸株式会社では宅配事業のほかにですね身近なところで困りごとを解決する猫サポステーションというのをあの始めたりあるいはローソンではですね、店内に介護相談窓口やコミュニティスペースを設けているところもございますえ移動スーパー徳島ルというところでは移動スーパーとともにですね同じものを買ってしまったり買いすぎてしまったりしないようにですね、スタッフが配慮をしたり あるいはですね、困りごとに相談したり、そういう取り組みも始めております。あるいはこの株式会社御用機器はですね、東京都内で電球交換、掃除などのちょっとしたです、ね、家事代行サービスを始めておりまして、粗大ごみの移動とかですね、大掃除など手伝ったりしております。で、このほかにもですね、駅や銀行や郵便局などでは、戸惑っている人にですね、声をかける取り組みでありますとか、あるいはこのマンションなどで、 管理員が一人暮らしの高齢者にゴミ、ね、の回収日を教えたり手伝ったりする取り組みなどを行っているところもございます。でこうした取り組みをです、ね、社会全体に広げていくためにはということで第4の原則が設けられているんですがここには個別の組織機関だけではなく社会全体を変化させるには官民連携を取り組む含む領域横断的な協働が必要であると書いてあるんですね。 で2019年に政府は認知症バリアフリーの取り組みや認知症分野でのイノベーション創出を官民一体となって進めることを目的に経済界、産業界、医療、介護業界学会や関係省庁など101団体が参加して日本認知症官民連携協議会というものを創設いたしまして2021年には 金融編小売編住宅編レジャー、生活関連編といったですね業種別のですね手引きもあの作っておりますで。実は東京都もですねあのこういった取り組みを始めておりまして、えー、今年の3月にさまざまな業界の協力を得まして高齢者の認知機能の特性に配慮したサービス提供認知症になっても安心して暮らせる社会を作るためにお 観光をしておりますということで、えー、認知症とともに暮らせる社会は、えー、実は認知症だけではなく全ての人の市民との人の権利が、ね、守られる社会を、えー、意味しておりますで皆さんとともにですねそのような社会を作っていくことができればと、えー、願っております以上で私の話は終わらせていただきます皆さんご清聴ありがとうございました